えー、吉田さん確かにね iPhone 私も 3GS の方から使ってますけども iPhone っていうのは少しずつ,けど少しずつですけどね進化してきてきますよねカメラの機能が良くなったりとかねあと音声が良くなったりとか 4K が撮れるようになったりとか解像度が良くなったりとかあの電波をよくキャッチできるようになったりバッテリーの持ちが良くなったり本当に少しずつ毎年出す必要あんのかよって感じだったんですけどもこうやって数年の単位で見てみたら。 まあ一足飛びに、ね、iPhone の13とか14みたいにはならないんでちょっとずつバージョンアップしてマーケットの評判を聞きながらまたちょっと改良を加えてって感じで1年ごとに進月歩していたんだなと思います、まあ、そういうふうに iPhone に対していろんな機能を求めてバージョンアップを要求するユーザー私たち私たちの頭の中とか暮らしはバージョンアップしてるのかなと思うんですよねバージョンアップ果たしてどうでしょうかうんやっぱり私たちはテクノロジーに乗って その暮らしを向上させることも一つもちろんそうなんですけども、テクノロジーを使えるようなね、テクノロジーを受け入れられるような、まあ一人一人に育っていってるのかなっていうのも大きな問題かなと思いますよね。うん、まあビジネスやってたら具体的にはね、より稼げるようになっていかなくちゃ。より人の問題解決ができるようにやっていかなくちゃなと思うわけなんですよ、うん。やっぱそうですよね。一歩一歩。 バージョンアップししていきましょう頭のバージョンアップ暮らしのバージョンアップこの国のバージョンアップこれは私たち一人一人がやることかなとなんか真面目に語ってみましたあじゃあこれからもね iPhone 進化することを期待しながらいってらっしゃい